全く新しいドリフトカテゴリーがここから始まる。第1回峠ドリフトグランプリよ競技車両からそしてラリーカー4区ですね。であと日本一のエフドリ選手も今回参加しています。今回の峠審査を可能にしたのが D1 で採用されているドース。コースをセクター分けし、ドリフト区間と繰り返し区間に分類。 GPS により計測した角度、速度などの走行データをもとにドリフトを点数化するシステムだ。今回の走行車両には全車ドスを搭載。しかも計測区間が長距離になるため2台のドスユニットでそれぞれ前半後半を担当。これで1キロ以上もの審査区間を漏れなく正確に採点できるのだ。ジャッジはドリフト区間と振り返し区間でそれぞれ別の項目を基準とする。ということで、これはですね、ちょっと新しいドリフト競技のカテゴリーが、今日生まれたんじゃないかなと。また第2回開催されると思いますので、第2回もお楽しみに。